はい、どうもです。本日、4月1日は、エイプリルフールなんですけども、まあ、嘘をついてもいい日、ということで、今回この名前にしてきました。打ちません。この打ちませんって名前にして、みんなを油断させてから、ちょっと最後こっそり打ってやろうかな、っていう。俺、打たないように立ち回るんだけど、最後にめちゃくちゃ打って、騙して勝とうかな作戦を今回していきたいと思います。打たないということなので、レギュラーマッチでちょっと迷惑がかけないように、プライベートマッチで今回はしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、マッチングしました。富士坪スポーツクラブ縄張りバトルです。よろしくお願いします。ということで、本日は4月1日、エプリルフールなので、俺は嘘つきたいと思います。そして俺は打たない。打ちません。打たない。見て。あ、みんな空気読んでる。空気読んでる。相手は相手も、相手打ちませんの名前に。みんな打たない。これは騙しやすいんじゃないでしょうか。こんにちは。こんにちは。平和になった。この名前で。みんな信じきってる。ちなみに時間帯4月1日1時14分。バリバリ深夜なんですけど、プライベートマッチみんな集まってくれました。で、俺の名前見て打てない。いいのかな最後倒しちゃって俺。あと2分あるんだよな。暇だよね。こっちに呼んでみようか。せっかくだから。この金網で。この金網でピチピチすることによって誰かが落ちる可能性がある。怖え、これ。これ、怖え。怖え。落ちた誰か落ちてた。見て、みんな。ほら、見て。この上乗ってる。この上乗ってるぞ。全員で。ちょこちょこ降りてくるけど。ちょこちょこ降りてくるけど。この上みんな乗ってる。じゃあここでドッキリしよっかな。打ちませんって名前だったけど、ここら辺でそろそろ打っていこうかなと思います。びっくりするんじゃないでしょうか。いきます。うれー打ちませんって言った。打ったよ打った俺打ったら怒ったみんな怒った今怒られた。みんな見て名前。俺今度ジャンプしませんって名前にしました。さっき打ちませんで、仲間にすごい怒られたんですけど、僕はジャンプしない。後で、めちゃくちゃジャンプして戦っていこうかなと思います。はい、間違えしました。富士坪スポーツクラブ縄張りバトルです。さっき打たないって言って最後打ったので、今回はみんな疑心暗鬼になって、打つのか打たないかわかんないんですけど、打ってますね。もうさっきのが嘘ってバレてるから打ってますね。ただ俺今回ジャンプしないので、ジャンプしないで戦う。途中までは本当にジャンプしないで戦うわ。敵もびっくりするんじゃない？こいつ本当にジャンプしないみたいな。俺がジャンプしないって書いてるから。いや、怖い。倒した。俺ジャンプしてないよ。ジャンプしない。当たれ！ちょっと待って。待って、オッケー。ちなみに、スーパー着地もジャンプなのか。これジャンプ難しいのしないと。オッケー、ジャンプしてないよ。俺まだジャンプしてないからね。スーパージャンプもしないから。なんなら、スーパージャンプもしません。走れ。今多分信じてるでしょ、相手。ジャンプしないことに。うわぁ急に出てきた。ちょっとそろそろ、そろそろ騙したい。見て。あ、来た。こんにちは。ちょっとびっくりしてる。ジャンプ。俺がジャンプしててびっくりしてる。見て。
こんにちは。びっくりしてる。相手は相手どうなるんだこれ。見て。見て、相手。あ、びっくりしてる。うわ、怒ってる。見合って味方に攻撃されてない俺。味方に。ジャンプしませんって名前で。ジャンプしまくってたら味方に攻撃されてる。ははは、やばい。敵が集まってくる。うわぁ、うわぁ。なんなら俺もうジャンプだけしかしてない。キューバボム多い。え、味方今キューバボム多いっす。あよし、バリバリジャンプするわ。やべ、インクがやばい。よし、これスーパージャンプ、スーパー着地ジャンプ、オッケー。ジャンプ、あー危ない。バリバリジャンプ。騙されたかな相手。騙し合いに勝ったって感じだな、試合に勝ったってより。これは4月1日だからできることだな。普段やったらめっちゃ怒られそう。今日は許されるかな。寝よ。